皆様こんにちは、ゴンダマンです。前線来ましたね。ついに北海道上陸でございます。今まで投稿してきたフレックス公式チャンネルでの動画よりとても濃い内容の動画でございます。いやー、やりたかった。こういう企画をやりたかった。テンションが上がっております。フレックスで取り扱いのしているキャンピングカー、オリジナル内装仮装、そしてオリジナルカスタムパーツですね、そちらの製造の現場、生産家に突撃取材を行っていきたいと思います。拍手で参りました。こちらフレックス、ハイエース、そしてランクル店も兼ねております。札幌西店でございます。国道5号線沿いに面しておりまして、手稲インターチェンジから南下して約車で5分ぐらいですかね。今回の動画かなり尺長くなっていくと思います。概要欄のタイムコードにあらすじ時間ごとに区切ってありますので、ご覧いただきたい部分だけをご確認いただくようによろしくお願いいたします。ただ今回ゴンダマンと先生、札幌までどうですか？片道3時間ぐらいかかりましたかね。いやいや、もっとですよ。もっとですか。集合したのが朝5時で、こちらに到着したのが11時、12時ぐらいでしたよね。かなり時間かけてこちらまで来ましたので、よろしければ頭から最後までご確認いただけますとめちゃくちゃ嬉しいです。早速店内に入っていきますが、出入り口が2つあります。国道に面した正面の入り口と側面の入り口、今回は正面から入っていきます。今まで二重扉の入り口ってありましたっけ？これは雪国ならではですね。そういうことか。そしてこちら見ての通り、ハイエースのカスタムパーツ、今まではちょっと車両のご紹介に寄ってしまっていたんですが、このようなカスタムパーツのご提案も得意で、そういった一面もお見せできてよかったなと思っております。そしてこちらどんどん後ろに下がっていきますと、こちらでございます。これすごいですよね。今までいろいろな店舗を回らさせていただいたんですけども、室内でこれだけ車両が展示されているスペースっていうのはなかったです。今日もこちらの店舗に来るまで土砂降りに見舞われたり、風がすごく強くて撮影に向かなかったり、なんか僕が雨男のせいなのか、お互いにびしょびしょになりながら撮影を行っているわけでございますが、今回はその心配が一切ないと。で、違うんですよね、今回お見せしたいのはここじゃないんですよね。1階に進んでいきたいと思います。ちょっとだけ僕取り乱しております。初めてこのようなキャンピングカーが製作される現場に進んでいくということで、僕も DIY とか大好きで、自分の車ハイエースどのように触っていこうかななんて考えながら、このような取材を行わさせていただいているんですけども、今回はちょっと格が違います。まだ車両として完成していない設計の状態からいろいろ行って車両が完成する姿を追う現場でございます。ちょっと入りづらいんですけども、こちら地下スペース、この近隣にお住まいの方も入ってくる機会はないと思いますが、こちらの一角にフレックスの生産課と呼ばれるスペースがございまして、画面右手でございます。フレックス公式チャンネルをご覧いただいている方にとっては、あ、これもしかしたらあの車じゃないのかなとお気づきになる方もいらっしゃると思います。後ろ側に移っていきたいと思います。皆様いかがでしょうか。このように以前ご紹介したことある車両ではございますが展示してあります。そしてこちらの車両、本当はこちらの動画の中でじっくりご紹介していきたいんですけども、別枠でご紹介したいと思います。興奮が冷めやまないというか、いろいろ見てると頭がいっぱいいっぱいになってしまうんですけども、そしてこのような車両のレイアウトもございます。まだ紹介してないですよね、この2台に関しては。この2台は紹介してないですね。ですよね。先生ちょっと画面をこちらへ移していただいて、こちらのスペースを見てこれ何か分かるっていう方いらっしゃいますか。ファスプシートと呼ばれる、これ実はシートなんですよ。まあシートって今言っちゃったんですけども、ファスプシート、このような状態で届いております。ビルダーさんだったりキャンピングカーを生産している現場じゃないと見かけたことがないような部材ではございますが、このような濃い映像がかなり多く登場します。ぜひ最後までご覧ください。こちらの車両、公式チャンネルでは初めてですよね。なかなかね、このような状態お見せすることないですからね。先生ぜひ後ろから、僕セカンドから覗きますので。皆様いかがでしょうか。このような車両見たことございますか。こちらはキャンピングカーをこれから作っていくにあたって、天井の内張り、
ありますよね。側面やフロアを見るとないですよね。いろいろあるはずのものが一度この状態まで空っぽにバラバラにしてから必要な配線と断熱処理だとか専用で加工された家具などを設置していく準備段階でございます。これ本当レアですよね。いやなかなかないですよこれは。正直この車両も隅々まで映像に残してまあでもないこうでもないと知識を深めたいところではあるんですけどもちょっと今日はスキップということで次行きたいと思います。スタッフの方にこの工場についてどんな場所なのかご質問をしていこうと思います。スタッフの斉藤さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。突然邪魔してしまって申し訳ございません。斉藤さんの腕ですよね、この肩周り。もうビルダーさん特有の普段から力仕事すごいやられてるなっていうガタイでございます。こちらの生産家というのは普段どのようなことをされていらっしゃるんですか？キャンピングカーの設計、はい、開発、製造を一挙に行っております。一挙に、はい、もう全部ここで済ませている。そうですね、はい、今までフレックス公式チャンネルでは完成された車両しか紹介をしていないという現状がございまして、で今回は本当ゼロのスタートの状態からどのように車両がキャンピングカーが作られているのかを取材させていただければと思っておりまして、お時間いただいてもよろしいですか？はい、大丈夫です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは斉藤さん、製造の現場へご案内いただいてもよろしいですか？はい。一人だけで興奮する姿がすごい恥ずかしいんですけど、あれは興奮する姿見られないです。ここから先が生産の現場ということで、はい、ここは家具の工場になります。家具の工場、はい、ちょっと色々聞こえてますですよね。お邪魔します。これは今何をされてるんですか？これは今、水槽モードが高いですね。なるほど。今、設置かけているのは、これは何なんですか？これはボンドです。あ、ボンド、はい、ボンドをエアツールで飛ばして、この2枚が重なって、はい、このような、あ、これになるんですか？はい、なるほど。完璧にここくっついてるんですけど、今からこのような状態に仕上がっていくそうです。今までこのような風景お見せできなかったと思いますが、これは全て一枚一枚、まあ、人の手で作業がされているっていう感じなんですか？そうですね、全てやってます。スプレーを吹きかけてから生乾きというか待つんですか？そうですね、ちょっと乾くのを待ってから2枚投げます。それでプレスをかけます。あ、プレス。ちなみに工程でいうと大きく何段階ぐらいに分かれてくるんですか？家具の方だと、はい、まずこの板を作るはい、で、切り出す作業、切り出す、で小口っていうこういう断面の処理ですよ。小口、はい、ああなるほど、この部分、はい、それから組み立て、はい、に入って組み立て、はい、大きくまあ4段階ぐらい。そうですね。プレスは終了したいということで、はい、先ほどまで2枚の部材として分かれていたものが完成したようです。切り場、はい、この機械の、はい、やらさせていただきます。こちらの映像も公開するの初めてなのかなと思うんですが、2つ機械が設置されているんですが、切り出す専用の機械。そうですね、この機械は切り出す専用の機械。このフレックスで作られている内装箇所とか、キャンピングカーの木枠って皆さんが呼んでるような部分が全てここで作られている。そうですね、形の、はい、手本形以外はこれで切り出します。なるほどなるほど。多分これ動画で出すの初めてですよね。僕は初めて。ちなみに斉藤さん、今向こうで何の作業をされてらっしゃるんですか？はいはい、今切り出しを始めるために機械をパソコンのプログラムで動かして、はい、ああ、今始めます。動き出しました。
状態になってますか。これですか。はい、ちなみにこれはどこの部分。はい、シートバックテーブル。シートバックテーブル、はい、手もたれ部分に付けるテーブルになります。あ、ハイエースのワゴンタイプの2列目、はい、3列目の背中の取っ手の付いてる部分。あ、そうだ、この部分ですよ ね、 そうですね。ありました、ありました。皆様、これでございます。ハイエースの純正のシートのこの背中の部分につくモデルですね。ちょっと突然の取材だったので、いろいろと現場も混乱させてしまっている状況でございます。すいません、ありがとうございます。切り出された後は、はい、小口処理、はい、こちらも見させていただいてよろしいですか。よろしくお願いします。こちらで、はい、斉藤さん、この小口と言われる作業はなんか塗られてますよね。そうですね、今温度を塗ってます。あ、この後にどのような処理をされるんですか。この後に小口テープというものがあるんですけど、はい、今ちょうど手に取ったこれです。あ、これか、はい、ちょっと触ってもいいですか。はい、ありがとうございます。あ、そういうことか、ありがとうございます。普段木の縁の部分が同じような柄ですごく綺麗な処理されてるなと思っていたんですけど、こういうのを後で貼ってたんです。そうです。こういう製造するときにボンドを使う際は吹いてすぐつけるんではなくて、はい、若干待つ。そうですね。これって結構鉄板だったりするんです。このタイプのボンドはちょっと乾いた方が再び、はい、接着が良くなるんで、はい、最初に貼っちゃうとどうしてもずれたりとか中が乾ききってなかったりするので、乾かして粘着性を上げて上から貼り付けるもう貼れます。よろしくお願いします。そうなんですね。もうこれで完成です。あと切った部分に色を塗ったり、断面が荒いんで、はい、少しペーパーをかけたりして、ちょっとまだ角が出てる状態なので、もうこの状態でもかなり綺麗ではあるんですけども、縁の部分が白くなっちゃってたりだとか、はい、そこの部分を今からケアしていく作業になります。続いてペーパーがけ、角を取る作業も行われていらっしゃいます。ボンド。ここから色を入れていくと。すごい。え？あ、確かに縁を丁寧に仕上げるだけで全然雰囲気変わってきますね。そうですね。先生、今パッと見だとわからないですよ。いや、全然わかんない。すごい綺麗。次の作業工程はどのようなものなんですか。次は組み立てあります、はい、多分これなんですよね。そうですね。切り出しが行われて、小口処理が行われて、必要なパーツが合体していく工程なんですよ、ね、そうです。このように普段見られないような組み立ての工程でございます。やっぱりこの工程も長く作業を経験されている方が、はい、一つ一つ丁寧に作業が行われている。そうですね。段差がもうなくなってるような。あ、これはもう手の感覚なんです。この部分でございます。ここは完全に手の感覚じゃないとわからないような部分で、この部分だとかを機械にやらせようとすると、はい、ちょっと段差が出て型の原因になっちゃったりとか。
っていたので。すごい。この自体はこの締め付けだけで、はい、そんなに危険な作業とか安全に作業が行われていて、はい、先ほど斉藤さんにご説明いただいたんですけど、やっぱりこの部分完全に辛い位置で段差がないような状態で、実際に店舗でガタもなくしっかり止まっているのは、この第一線の現場で一台一台職人さんがしっかりと作業を行われているから成り立っているかなってバシバシと思ってしまいました。この次の工程というのは車両の積み込みになります。こちらが実際1階で行われていた、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでスタート地点ですよね、はい、こちらまで戻ってまいりました。本当ご協力いただきありがとうございます。今後ろに映っている一つ一つの木枠のパーツが全て、はい、まあ、先ほどの作業で製作されている、はい、今のかかった縁の処理だとか全部見た上でこれいかがですか。また違って見えてきますよね。最後にこのビルダーさんとして斉藤さんの何かユーザーさんに向けた思いがあれば一言いただきたいんですけども、はい、石井さん、はい、よろしくお願いしま す, お願いします。僕らもキャンプとかアウトドアが好きで、はい、普段からやったりしてるんですけど、はい、まあ、なるべくお客さんに使いやすいような車を目指して車作りをしているので、はい、この辺を見ていただけたらなと思います。ありがとうございます。それこそこちらのタイプ1に関してもどのような家族構成 で,、はい、でどのようなシーンで楽しんでいただけるかななんていうことを皆さんで創作をして完成していると。そうですね。皆様お伝わりしましたでしょうか。全国の店舗でご覧いただけるフレックスのキャンピングカーオリジナルの内装仮装、このような見えない部分での現場の努力が積み重なってこのようなシートが完成しているという背景でございます。こちらの動画が参考になって良かったよと感じていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。今後もこちらのフレックス公式チャンネルでは今回踏み込んだ企画でしたが、このようなコンテンツどしどし投稿していきたいと思いますので、皆様応援よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。